岡田さんお願いします。こんばんはパディちゃん。やっほー、やっほー、岡ちゃん久しぶり。久しぶり、ほんまに久しぶりパディちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はじめまして、福島中央テレビの野川と申します。やっほー、はじめましてか、ごめんあんまり挨拶間違えちゃダメだね。あ、バディちゃんポーズ、ありがとうございます。見慣れた、出し惜しみません。序盤やりますありがとうございます。すがちゃんさん、すっごいイケメンですね。そうなんですよそんなことないですよ。いやーかわいい、のぶこさんもきょんちぃさんもかわいらしい。うん、あんたもね。ありがとう、ほんまにもうキーも使ってもらってこういうところが好きやね。マインド、そう、なんかもうみんなハッピーっていうこのマインドが大好きですなんでね、その笑い声さあ、ということで、はい、皆さんからもチャットいただいています。こんばんは、リモート会議みたいと。確かに、どんな会議やねん。何も会議することないけどね。ベンチャーすぎるやろどんだけベンチャーやねほんまや何でも自由、髪型もすごい自由、服装もすごい。あ、キョンチーのその場所何これ。え、うちクローゼットでかすぎて全部クローゼットなのさすがに面白ハウス住んでますよ。面白さすがに言ってないスガちゃんさんにも来てますよ。岡田さんの方がイケメンだぞって来てます。あ、あ、張り合っちゃうか。そうやで、そうやで。あら、ちょっと音声があれですかね喋ってなかったもん。ごめん、一言も喋ってなかった、ごめん。ちょっと岡田さん、あれなんですよね。何？アンバサダーをやられてるんですよね。あ、そうです、そうです。 DX 戦略アンバサダーを。一番かっこいいカタカナなんじゃないですか。あ、ほんまですか。 DX 戦略アンバサダー、はい、確かに、はい、めちゃめちゃかっこいい。どうですか、その景色は。就任した景色、まあまあ、その、はい、責任も持ってますし、なんかそのかっこいいっていうカタカナやからやったわけではなく、まあその DX とかいろんな戦略とかをこうアンバサダーできたいなっていう感じですかね。じゃあなんかこう、でもあの今のところですね、ツイートを2回するくらいですもんね。くらいって言ったらあれですけど、いやいや、くらいって言ったらあれですけど、あの、ぜひですね、あのギャルの視点から、もっと新しい視点からアドバイスをいただきたいなと勝手に思ってるんですけれども。もう新しい視点、はいはい、いいよかわいい、めちゃ軽いめちゃ軽いや。珍しいですよ、のぶこがなかなかいいよしませんからすごい価値あるいいよやったんですね、今。価値あるいいよどうやったらね。ギャル視点からもっとこう福島をこう盛り上げて元気にする何か案はないかい。あー、うーん、毎日福島のいいところを追求する、うん、いや一番誰でも思いつくね。スパンで考えておりますできれば短めドカンガツンが良かったんですが。あー、じゃあもう引っ越しちゃおう。引っ越しちゃおう、みんなで。いいよ、じゃあみんなで引っ越そうはい、パーティーちゃん福島移住決まりました。え、こんなんで決まるの。今の一言で決まったんですよ。決まりました。パンパン決まる。いや、キャルやなキャルです。はい、あのご覧の通り、あの適当にしか喋れないのでギャルに振る際は基本的にあのそちらで面白くしていただくという作業が必要になってきます。そういうスタイルね。はい、キョンチ元気。キョンチ好きな食べ物ない。好きな食べ物はポテトとグミ。どうでしょう。変な組み合わせ。組み合わせめちゃめちゃ変や。ということでですね、
ここまでお送りしてきましたが、パーティーちゃんの皆さんにも、はい、あ、そうや、あのプロジェクトにメッセージね参加していただきます、はい、よろしくお願いします。そしてもう、はい、こちらに届きました。お、いろんなメッセージ来てるわ。もういただいてる、あ、いただいてんねや、ありがとう、送ってくれたよね。うわ、嬉しい郵送で送っていただいてありがとうございます。あ、信子、もう、あ、ほんまや、福島のみんなにハッピーが訪れますようにという、うわ、優しい、いいですね、東北なので、一緒にデカ花火打ち上げちまいましょうよということで、すがちゃん最高ナンバーワン、あ、ありがとうございます。あ、かっこいいな、ポーズも決まってで、コルジャ、コルジャ、あ、コルジャじゃない、キョンチコルジェやで、コルジェ、福島第一期ラブチュッチュということで、幸あれということで、キョンチーからもいただきましてありがとうございます。これを、膨らませますんで、はい、あ、あら、今ね、今膨らます、うん、はい、ちなみに皆さんは福島へのゆかりだったり、うん、いらっしゃったことはあるんですか？あるよ。おお、キョンチーって何を？旅行で行ったかも。本当ですか？どうでした？なんかね、人がみんな優しかった。あ、ねえ、東北の人、福島でした。どっか行ったとか覚えてますか？ね、ラーメン食べて、さくらんぼ食べて、なんか焼肉食べた。出てばっかりやってる。ええけど。ええけどな。すがちゃんさんは、どこか行かれましたか？はい、あ、福島とゆかりとかって、東北とか、はい、僕、あの、出身が隣の山形なので、18まで山形にいたんですけど、うん、その土日暇な時とかは、あの、自転車で、山形と福島の県境をこの往復すると遊びをしてみたりですとかどんな遊びですか？あ、山形、福島、山形、福島、はい、そう、楽しいやつで、あの、福島めちゃくちゃやっぱご飯美味しいんで、それこそラーメン食べに行ったりもしましたし、はい、で、あの、僕上京してからですね、最初に東京でできた、あの、身長1m80cm ぐらいあるイケメンの昴生ってやつがいるんですけど、誰？そいつが、あの、福島出身で、もう福島、結構福島なまりのやつで、お、あの、その当時パーティーズっていうその、うん、飲み集団みたいなを組んでたんですけど、集団、そこにいた全員が、あの、そいつのなまりが映って全員福島弁で喋るっていう時期があすごい映りやすい。で、福島なまりがですね、東京女子にめちゃくちゃはまりまして、モテるんすよ。福島の皆さん、東京来たらモテますよ。うわ、いい情報や、はい、じゃあこれブクッと膨れましました。ありがとう。あら、ブクッと、かわいい。ブクッと個人的な、ね、感想なんでしょうけども厳しい、確かにブクッと膨れました。信子さんは福島いらっしゃったことはあるんですか？まだないんすよ。だから岡ちゃんと一緒に福島旅行しに行くって今決めた。確定。ちょっとだけキュンってしました。かわいい。まだうちの信子キュンってできんすか？ね、同じ色の。はい。これからね、あの、今モチーフで作っている、あの、メッセージいただきました、三春の滝桜が4月の中旬頃には、はい、あの、見頃を迎えますので、毎年よかったら来月ね、コロナが少し落ち着いたタイミングでも、うん、ぜひ福島、あの、春夏秋冬でいろんな景色ありますから、ね、ぜひお越しください。確定でいきます、あの、こういう番組だからノリでとかじゃなくて本当に行きます。本当に行きます。さすがやな、ほんま。はい。ありがとうございます。ああ、じゃあせっかくなんで、うちの信子のね、
あの顔モノマネだけ見せとく。あ、分かった。あの福島の皆さんに笑顔、福島のみんなが笑ってくれるように、モノマネするね。はい、なんだっけ、あの外国人の人。じゃあ僕があの 3-2-1 っていうので、その顔していただいて僕があの解説するんで。じゃあ行きます。準備いいか、信子。いいよ。はい、 3-2-1。 はい、マスク1の時のジムキャリーの感じ。あ、すげえ。もうやってますよ。さすがに今ね、福島県民の皆さん立ち上がったんじゃないですか。もうゴルジャーさん、お、あれやーって言ってますから。緑のやつねー、ノブコいつ見ても可愛いなー。岡田のベストを見てあげてって。あ、そうですね、二本松の、うん、3人で。あ、ぜひぜひ。ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。ということで、パーティーちゃん、ありがとうございました、お忙しい中。いえいえ、あの、何時でも別にあの欲しいと思ったら来るんで、言ってください。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、11時ぐらいにまた。はい。ほんまに来るの？大丈夫です、もう十分いただきましたんで、うん、盛り上がりましたんで、うん、ありがとうございました。最後にちょっと私、個人的にあのポーズで締めたいんですけど、ね、あ、確かに。あら、一緒チャンスちゃうか。ね、パーティーちゃん、皆さんよろしいですか。はい、じゃあ私、はい、行きます。じゃあ、掛け声お願いします。はい、福島の皆さん、絶対に一緒に盛り上がるんだぜ。まあ、たまたま別に、まあ、受けはしませんでしたけども。はい、ね、やることが大切だから。私のわがままで、はい、ここまではパーティーちゃんのお三方に ご出演いただきました。ありがとうございました。よっしゃ、バイバーイ。菅ちゃん最高ナンバーワンさん、のぶこさん、きょんちぃさんでした。汚ねえ、おい、顔面だけ汚かったの。顔面だけ汚かったの。つながってんの、まだ。おい、すげえの、おい、すげえの。さあ、最後本音もね、漏れたということで。、はい、ということで、ここからですね、皆さんからのメッセージもたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。なんか、おかっちゃんのモノマネも見たいなってきてますよ。いや、もうできひんって。モノマネ、前田大志郎。ありがとうございました。ということでですね、サクサク進めてまいりましょう。ここまでスペイン、あの、そこであの焼け酒みたいに見えますから。焼け酒です。